I hope it rains. I want a downpour to soak me through. オートミールとモラタザクロの朝ごはん無料です。いただきましょう。おいしい。こんにちは、ソータです。シエです。今日は今サントリーニにいます。昨日から。そうだね。まずはサントリーニに着いた時の動画をどうぞ。ここで今日は野宿したいと思います。あんまり寒くないね。今夜中の2時です。あんな感じで大きい船でした。じゃあテント作りましょうか。リオおはよう。寝れた？うん、寒かった。寒かったな。じゃあちょっとバス乗ってあっちのホテルの方移動しましょうか。うん、まずは朝ごはん食べる。はい。そうですね。昨日の夜本当あそこで寝てたんだけど、ちょっと貨物船が来たからどいてっていうことでこちらに移動しました。すごい景色だよ。まずサントリーニは真ん中のが中心地でティラっていうところ で一番上のイアっていう先っぽのところがイアっていうところなんだけど、そこがインスタ映えするところ、みんなが行くところ、うんうんうん、でリオたちがおるのはまたティラからもうちょっと南下して下の方にいるペリッサっていうところにいます。バスがね、全部イアに行くにはティラで乗り換えしなあかんくて、中心地でここまでの値段が結構かかるから、今から中心地のティラまで2時間半歩きます。やばいな、2時間半歩くってきつくね。ということで今からサントリーニを歩きつつサントリーニと楽しみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、こんなような感じの道をただひたすらまっすぐ歩きます。サントリーニの中心以外はこんな感じで一軒家が多いね。多分サントリーニで働いてる人たちのお家って感じだな。なんとか半分地点まで来れました。綺麗。ディオ、歩き始めて2時間経ちました。うん、やっと見えてきたな、あれです。入る時の船を、ペリカンエージェンシー。チケットは手に入れたんですけど、まさかの一つ発見するのに1ユーロ取られました。でも金かかるな。すごいな。はい、ということでティラの中心地に到着しました。服装も変えてちょっといい感じにしてね。ボタン履き間違えた。超中心地だわ。めちゃお金高いな。さっきアイスクリームが1600円くらい言うとった。あとワッフルアイスみたいな。あー、やばすぎ。
ごいな。すごい。ここが全部ホテルなんだ。真っ白だな。おお、すごい。ここは綺麗やな。真っ白や。すげえな。入ってみよう。暑いなマジで。暑いということでワイシャツ脱ぎましたということで、まあ俺らは今日のお昼ご飯、リオが朝作ってくれたおにぎりを食べたいと思います。じゃん、うまっ。うん、ティラも十分満喫したということで、次の場所イアに向かいましょうか。はい、イアの方が有名なんだよね。イアが有名。あ、そっかそっか。じゃあ楽しみましょう。初高級さっきマック見たけどさ、やばかったな。高かったな。なあ、 S サイズのドリンクが300円ちょいだった。やばいな。いやすごいわ。ということで今から北の方に向かいます。このローカルバスを使って向かいます。こんな感じで全部フィラから出るバスが時刻表として出てます。全部フィラ経由するから2回乗り換えとかしないといけないよね。どこ行くにも2回乗り換えやな。そう、それがねめっちゃお金取られるから今回歩いたって感じやな。こんな感じでいっぱいいろんなバスがあります。いやって言ってる。じゃあいや乗り込みましょう。バスの前かバスの中で購入します。さあ到着しました。おお、すごいね。綺麗。綺麗だわ。すごい綺麗。うん、あそこがメインの。綺麗だねリオ、ここ。超綺麗。それもオランスね。すごい綺麗。ね、いい景色スポットやな。写真スポットやな。たださ、うん、火が強いってさ、白やん、うん、めちゃめちゃ眩しい。そうだね、確かに。サングラスのせてやん。見えない。めっちゃ眩しい。いやサントリーに来たって感じやな、これは。ね、海もこんな感じで降りてみようか。すごいね、かわいい。おお、こっちもこっちですごいね。海もめっちゃ綺麗。ここはもうホテルの入り口かな。すごいな。ディオディオ、次来た時はさ、うん、ここのホテルに泊まろうな。そうやな。な、ケーブホテルに。ケーブホテルな。うん、確かに。
こんな感じで今から写真撮影する場所に並んでます。インスタのスポットはこんなに並んでます。すごいね。どんな感じなんやろ。皆さんメイクダンスして、みんな同じ青いドレス着て、リオちゃんも着とる、うん、みんな並んどる。楽しみやな。メイクダンスしとるすごいね。これがインスタの裏側です。はい、到着しました。終わりました、リオちゃん。いやさすがインスタスポット。30分以上並んだよ。やば。そのうち15分スペインのなんかグラマーやったな。なあ。お、綺麗だね、こっちの方も。ここも綺麗やん。全然こっちでいいじゃん。違うんやって。何？綺麗とかじゃないの。有名かどうかってこと。もうちょっと俺は無理やわ、インスタグラム。全然ここも綺麗やん。うん。すごいね、リオ。かわいい。迷路みたいやな。だいぶ暑いね、カントリー。めちゃめちゃ暑いよ。すごいね。さあ、リオちゃん、夕日スポットに到着したよ。まだ4時あと3時間くらい。おお、すごい。ここもすごいね。ほんとね、風車もあるし、あそこに。ほんとね、どこ撮っても絵になるな。すごい綺麗だね。なるほど、こう見るってことだったんだ。うん、ここで夕日が見せるのを待ってます。リオは寝ちゃいました。もうあと1時間半くらいかな。ね、こんな感じでドラマを見て待ってます。すごい綺麗になってきたな。暗くなってきた。
リオ大満喫やったな。大満足や。じゃあ今からお家に帰ってご飯食べましょう。はい、ワインも飲んじゃいましょう。イエーイ。お家まで遠いな。遠いな。ここら辺は高いでな。どうちや。そうやで。帰りましょう。サントリーニの夜に乾杯。おいしい。おいしいな。これな、サントリーニの自家製ワイン。ね。おいしいよな。地元ワイン。1.5 リットルでな、3.5 ユーロだった。こんな感じでペットボトルについで買いました。おいしいよな。ではいただきます。ん？え？うまっ。めっちゃ美味しい。ここ静かでいいな。なあ。めちゃめちゃ静か。確かに。なんかさ、サントリーニのさ、うん、ギアとかピラとかさ、ホテルもいいけどさ、なんかみんな人が通るでな。だからなんかゆっくりできやんよな。まあそうだね。確かに確かに。泊まりたいけど、うん、まあ、けど次来た時はちゃんとあそこ泊まろうな、うん、夢ができましたね、うん、まあ、けどこれもこれで楽しいけどな。サントリーニの安いワインとリオが作ってくれたパスタでサントリーニを堪能しておこう、うん、ここのねホテルはねペリッサっていうところにあって1泊5000円だった。結構安いよねサントリーニにしては。ちょっとね時期をねずらしてきたからちょっと安いよね。安い。8月とかやったら全部1万とかするね、うんうん、1万以上するけど、サントリーニは10月までシーズンだからちょっと落ち着いてから来ることをおすすめします。そうだね、確かに確かに、うん、めっちゃある。めっちゃあるよ。はい、乾杯。おいしい。おいしい。 1.5 リットルって意外と飲めるものなんやな。こちらギリシャ産のサントリーニだよ。あ、そっか、サントリーニ産のオリーブ。おいしそう。おいしい。おいしい。めっちゃおいしい。合うよなワインに。いや、めっちゃ合う。しょっぱくて柔らかいよな。な、あのトルコでもさオリーブ食べたけど全然違うな。全然違う。めっちゃ美味しい。ごめんだけどトルコさん悪いけどトルコ人多くだけどオリーブギリシャも美味しい。うん、全然違う。だってさ見て、粒がそもそも大きいの。すごい。ほんまやな。うまっ。え、マジでうまいよ。サントリーニの感想でも喋りますか。サントリーニどうだったでよ。中心部のフィラはさ、うん、なんか意外となんかごちゃごちゃしてあんまなんか感動ものではなかったけど、うんうん、その後イア行ったじゃん、うん、もうそこはすごかったね。イア全体はすごいなんか統一感あって、うんうん、綺麗だったしすごい満足感あった、うんうん、インスタ映えのスポットがあるんだけどそれ以外のところの方が写真としての景色は綺麗だったなと。そうだね、確かに。並んだってさめちゃめちゃ、うん、みんなこうやって見るやん、うん、だからその圧とかもあるしなんか心的に焦るよな。ただなんかインスタでよくあるスポットだからっていう感じでめちゃめちゃ並んどるっていう風やったな。そうだよな。どうやった、サントリーニ。サントリーニ来れてよかったね。行ってみたいなって思ってた場所の一つだったから。サントリーニとはティラ行った時はさ、まあ、なんか写真で見たところの
こう何答え合わせみたいなとこ感じやなと思って、あんま面白くなかったけど、イヤも写真で見たようなところだったけど、それ以上になんか綺麗だなって思ったね。綺麗やったな。うん、あとね、物価とかもね、もちろん高かったけど、他に使わないで楽しむこともできたから、まあそれはそれでいい思い出だなって思ったし、楽しいね。うん、次ちゃんと来るときはイヤだけに来たいね。なんか世界一周の一環としてあのサントリーニに来るんじゃなくて、なんかサントリーニだけとかで来たいね。ゆっくり来たい。なんか大きいバックパック持って来る場所ではないなとは思った確かにな。サントリーニのプールでのんびりわーって浮いたりとかする、なんかそういう旅行をしたいなって次来た時は思った。今回は下見みたいな感じだな。そうやな。じゃあ次もちゃんと行きましょうね、2人で。今回は今回で楽しかった。でもいいよ。もう俺も楽しかったよな。もちろん来てよかった。うん、下見ですので次来る時はゴージャスに、うん、贅沢に行きます。はい。朝ごはんはオートミールじゃなくて朝食ブッフェでそうやな。じゃあまあ明日は移動バタバタ、明後日も移動バタバタで次の国に移動しますが、まあ今日はゆっくりしましょう、うん、じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。